大学祭の最後の企画として新型コロナに関する私どもの大学の専門家による講演をお届けしたいと思っております、えー、では講師を紹介します矢野晴美先生矢野教授よろしくお願いいたします、えー、矢野教授をご紹介いたします、えー、私どもこの国際医療福祉大学は4年前に千葉県の成田に医学部を開設したんですけれども、まあ、当初から医学部ではあの、まあ、その当時コロナの ことが誰も予測はできなかったわけですけれども、あの感染症に強い先生を集めまして、ですねそのうちのお一人です。矢野球児はあの長年感染症学の研究をしているとともに、現在、あの私どもの医学部の学生の教育の中心になっている教授です。で去年に始ままった新型コロナでは、ま、ずあの2月の クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号に自ら乗りまして船の中の感染対策の中心になりましたその後千葉の成田にこの大学の一番大きな付属病院を開設開院したんですけれども去年3月以来非常に数多くのコロナの患者さんの治療にも当たってこられましたまたついこの間終わりました東京のオリンピック・パラリンピックではですね あの大会の組織委員会の理事に選ばれまして、要はオリンピック・パラリンピックの感染対策の中心になった存在でもあります、き、まあ、今日はそういうことで、あの感染症の専門家の立場から、まあ、今のコロナの状況をどう見るのか、これから何が心配なのか、あるいはワクチンのこと、それからまあオリンピック・パラリンピックの感染対策に自ら関わられた、そのこと。 などあお話をしてくれるものと思いますでは矢野教授よろしくお願いしますただいまご紹介いただきました国際医療福祉大学医学部の矢野晴美と申します本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます本日は本学でいろいろ取り組みをさせていただいておりますま新型コロナウイルスの感染症につきまして特に ワクチンなどにつきましてお話しさせていただきたいといううに思っておりますどうぞよろしくお願いいたします、えー、本日のお話の内容ですが先ほどあのご丁寧にご紹介いただきましたが東京五輪パラリンピックで感染対策に携わる機会をいただきましたのでその感染対策と感染者の数につきまして少し皆様にご紹介したいと思っております そして、この新型コロナウイルスの感染につきましては、国内のみならず、やはり世界の感染状況が、すぐに国内にも影響が及ぶということがございますので、世界の感染状況につきまして、少し皆様と現状を共有したいと思っております。そして、変異株、デルタ株を中心といたします流行状況、そして、新型コロナウイルスのワクチンの接種の効果や、接種後のご注意点、 さらにには治療薬そししてて重症化のリスクなどについてお話申し上げます現在、国内では幸いにも感染者の数が減少傾向にはございますが、今後、これがどのような見通しになるかなどにつきましても、少し共有させていただきたいというふうに思っております。 先ほどご紹介いただきましたが、現在私は、成田市にございます、本学の成田病院というところで、発熱外来、そして感染症化の外来、ワクチン渡航外来というものを担当しております。こちらが2020年3月16日に開院しましまたその成田病院での 発熱外来での様子でございます、これ本当に会員直後に撮った写真でございますが、こちらで私、現在、週1回、発熱外来を担当しております、この発熱外来におきましては、この国内での感染状況がもう如実に反映されます、患者さんの数が増えておりますと、やはり外来を受診される方も非常に多くなりますし、現在ではやはり患者の数、 感染者数が減っておりますので外来の受診の方も数的には随分少なくなっておりますまた7月そして9月の冒頭ではパラリンピックもございましたがこちら側のま大会理事としての業務で 国立競技場を訪問した時の写真でございます残念ながら無観客ということになりましたが素晴らしい会場で多くのアスリートが果敢に自身の自分のご自分たちの,その限界を超えるというパフォーマンスをしているのを遠くからではございますが拝見することができました。 一方で開始そして開始中開始後もそうですがまだオリンピックの大会組織委員会というものはまだ残っておりまして最終の財務などが完了するまでは活動が続いておりますこちらは橋本聖子会長をはじめ歴代のオリンピックのアスリートの方々手前が柔道の谷本歩美さんそして私は 橋本会長の横に、たまたまですが、あの、ずっておりますが。体操の。こちらはですね、すみません。体操の田中理恵さんなど。理事で、ええ、選手村を、こちらは、の、訪問した時の、あの、写真でございます。まあ、選手村も。アスリートの中で。新型コロナウイルスのアウトブレイク、集団発生が起こらないように、最新の注意と。配慮のもと。 選手の方々をお迎えするというあの体制をあのとりました。こちらの,、えー、このピンク色の写真の方はあのまあ、選手村にあります。あの一部の何て言ったらいいでしょう。あの建物のところなんですけれども、まあ、このようなまあ、日本を感じていただけるようなあのデコレーション、えー、インテリアなどがあのございました。で、無事に。 無観客として大会が開催されましたけれども、医療協力は本学も、ビーチバレーの会場で、本学のグループとして、何人かの医師などが参加させていただいておりまして、私もその1人だったんですけれども、ビーチバレーの会場で、大会のご関係者などの体調不良などにつきまして、対応させていただいておりました。非常に 貴重な経験をすることができましたでこれは全部ボランティアになっておりまして一般市民の方々のボランティアそして私どものようにも医療関係者などのボランティアが連携してやるというようなことだったんですけれどもその場で あった初対面の方々と機能的に動かないといけないということでその意味でも非常に興味深いといいますか貴重な体験をすることができましたボランティアに参加されている方々は非常にチームワークもよく取られる方々が多くて自主的にいろいろなことを自らやってくださいまして活動もそうです、ね、私全部で3回活動に参加させていただいたんですが まあ同じ場所で人がいろいろ変わるんですけれども、回を重ねるたびに活動がスムーズに、体制も整っていったような印象を持っております。で、またこちらは大会の海外から来られた方などに配布されました、まあ、東京オリンピックの風呂敷なんですが、お土産の一部なんですけど、ちょっとご紹介したいと思いまして、写真を撮って持ってまいりました。 この東京 2020, 2020のロゴが入った風呂敷が海外から来られた方々にお土産の一部として配布されましたで大会期間中の患者の数でございますが今回私の方ではその海外から来られた方で何人ぐらい感染したのかというデータをご紹介したいというう思っております 国内の,その人流に伴う感染者数というのは今回このデータに含まれておりませんのでご留意ください2021年の7月1日からおよそ海外からいろいろな方が来日されましてこちらのデータはオリンピックが終了時点でのご関係者の患者,あの患者数になりますその先ほどお示ししましたその選手村にはポリクリニックと申しまして選手や ご関係者の方々が、万一、体調不良になった場合には、こちらを受診してくださいという医療機関が設けられておりましたけれども、そこのクリニックなどを受診された方々で、コロナというふうに診断された方の数になります。合計名ののの方方方ががが陽性者者になりましたが多く国国内内でで業とか オリンピックに関与して働いていた方々となっております。緑色のバーがあの実際のアスリートの方々ですが、アスリートの方々は後ほどお示ししますが、それほどたくさんの数はあの出ないと出なかったということでなっております。こちらがその先ほど申し上げましたように、あの海外からの方々の 陽性者の数でございますが、こちらは7月1日からパラリンピックが終了するまでの9月7日まででございますけれども、合計5万4234名の方が来日されました、大会に関係するアスリート、そしてそれ以外の大会関係者の方々になります。空港検疫におきまして、5万4234名のうち、54名の 方が陽性とこれは零点一パーセントでございました。まきやめて低い数字でございました。でこれらの方々は現在日本に入国する時のその基準をクリアしてこられています。すなわち PCR 検査を受けて陰性でなければまあ飛行機に乗れないということがございます。で乗ってこの空港であの検査があるわけですが、そのような状況でまあ零点一パーセントが方が陽性と判明しております。でまたのちょうど申し上げますが。 大会関係者の方々、特にアスリートの方々は、結果として90%程度の方が、まあ、ほぼ全員に近い数字でしたけれども、9割近い方がワクチン接種を2回打って来日されているというような状況でございました。で大会期間中ににおきままししても、一旦日本に入りました後は、 今度はアスリートの方、そして大会関係者の方々は、それぞれのお立場でどのくらいの頻度でスクリーニング検査を受けるのかというのは決まっておりましたが、アスリートの方は原則毎日受けていただくと、PCR の検査を受けていただくということでやりまして、7月1日から9月7日のパラリンピックが終了するまでの間、おおよそ100万回の検査がされまして、陽性となった,か陽性となったその検体数ですね、調べた数は310と。 こちらはおよそ0.03%ということになっておりまして、まあ、低い水準にとどまったという状況でございます、幸い、選手村で、特にお食事などが共通の場所でされましたので、そういったところを通して、集団発生が起こらないか、非常に懸念、私はしておりましたけれども、まあ、関係者の中でも懸念されている場所でございましたが、そういった大きな集団発生は起こらず、 無事ににパラリンピックままでで終了できたという状況になっておりますで先日、この大会につきまして、その理事会というのがまた開催されたんですが、橋本聖子会長から、専門家、専門家ラウンドテーブルと申しまして、6名の医師がアドバイスをするような会議が合計開始まで、 そして開始直後で合わせて6回開催されましたけれどもその6回目の会議のときにこのような感謝状を頂戴いたしましたそして驚いたことにですね私はアメリカ北米の米国で内科の研修をしました関係で米国の内科学会にも所属しておりますがそちらの米国本部から 女性医師賞というのをいただきまして、おそらくこのオリンピックでの感染対策の活動に関してと思われますが、このような賞をいただきまして、非常に光栄に思っておるし第でございます。ここまでが東京オリンピック・パラリンピックの感染状況のご紹介でございました。 ここから少し世界の現在での新型コロナウイルスの発生状況につきまして皆様に情報を共有させていただきたいと思っております。こちらは OurWorldInData と申しまして各種報道でも使われている貴重なフリーアクセスのデータのサイトでございますけれどもこちらを10月の初めぐらいに見ましたところ 人口100万人当たりの新規の患者数ですが、イギリスは今、非常に多い状況になっております、そして先日、ニュースでも大々的に報道されておりましたが、ワクチン接種がかなり進んで、もともと患者数が非常に少なかったシンガポールで患者が再発生しているという状況でございます、それからアメリカもまだ高い水準にございまして、そしてドイツ、日本、台湾などがございます。 日本は今、第5波がようやく落ち着きまして、低い水準になっておりまして、イギリス、シンガポール、アメリカ、ドイツなどは、日本よりも発生者数という点では、100万人当たりの新規発生者数という点では、非常に多い水準にございますで。こちらは先ほどのデータを地図で色分けしたものでございますが、ご覧いただきますように、 だいたいどの辺りで非常に発生数が多いのかというのがこちらを見ていただくとあの分かるかと思います、まあ、北米はまだまだ多いですし、まあ、南米も多い状況ですそれから、えー、濃い赤色が非常に多いところなんですが、まあ、モンゴルなどもまだ多い状況に見受けられますそれからこちらは 100, 人100万人当たりの死亡者数 となりますが日本は肌色ですので白に近いほど、まあ、死亡者数が少ないかまたはデータがないという状況になっておりましてアフリカが白いのは、まあ、そもそものデータがないという状況と考えられます次が前の年と比べまして前年と比べて増えた死亡者数をこちらの地図が表しておりますけれども 赤色に近いほど前の年と比べて亡くなった方の数が増えている、予期しない数増えているという図となっておりますけれどもメキシコやそしてモンゴル、そしてアジアの国もタイでしょうか、この辺りちょっと増えている状況になっております西ヨーロッパなども少し増えておりまして幸い、日本ではその今のところちょっとデータが 示されてないのか、まあそういった余剰な、えー、死亡の方はいらっしゃらないというような状況になっております。で現在、えー、まあ皆様も報道でお聞きになっているかと思いますが、えー、大半の国で流行している変異株はデルタ株になっておりまして、国内でもほぼ100% デルタ株でございます一部、アルファ株と申しまして、従来型の株が残っておりますが、もう大半がほぼ100%デルタ株でございます、非常に感染性が高い、北米からは水ぼうと同じぐらいの感染力ではないかというデータも出ましたが、感染力も高く、多くの患者さんが感染、世界でしているというような状況でございます。 ワクチン接種率はどうかということですが、ちょっと字が小さいので見えにくいかもしれないんですが、こちらは世界各国の1回の新型コロナウイルスのワクチンの接種率でございますが、これは9月24日現在でございますけれども、それからまださらに日本では接種率が上がっておりますが、その時点では9月24日現在では、国内で最低1回のワクチン接種をした方というのが、その時点では69%でございました。 先日のメディア報道でございますと、日本はもうワクチン接種を受,受けた方が70%を超えてきているという状況ですので、非常に高い数字が達成できております、でさらに今推進するという状況に今なっているわけでございます。でこちらは先ほどの,あの 棒グラフを地図で見たものでございますが、やはり先進国を中心に、まあ、緑色が濃いほどワクチン接種率の割合が高いということなんですが、日本もかなり高い水準にあることがお分かりかと存じます。一方で、近隣のアジアの国などでは、まだ少し進んでない国もございますので、 疫期が始まりますと、やはりあの感染が広がるということがこういった地図を見ましてもあの予想されるわけでございます。またアフリカ諸国などではワクチン接種率接種がほとんど進んでいないということがあの見て取れます。でこちらは二千二十一年今年の十二月末までに一回の接種率四十パーセントをまあ達成する 見込みの国と、まあ、全くそういった予定がない国ですが、緑の方は、そういった最低40%は達成するという国です、ブルーの国は40%の,その軌道に乗っていると、おそらく達成できるだろうという国でございます、それからオレンジは全くその40%も達成できる状況にはなっていないと。 アフリカ諸国やロシアなどが含まれておりますので、こういった国の状況によりましても、渡航がもし再開された場合にも、こういった情報というのは極めて重要になってまいります。 それからおそらく皆様の大きな関心事と思いますが、3回目のこのブースター接種、追加接種はどうかということですが、こちらも9月24日現在で、どのくらいの国で進んできているのかという情報になりますけれども、100人当たりの,その3回目の接種した数が最も多いのは今、フランスになっております、フランス、アメリカ、ドイツという,うに進んできておりまして、日本でもあの、 医療従事者などを中心に開始するというふうに報道されておりますがこれが徐々にまた進行してくると進んでくる見込みでございますで先ほど少しその変異株につきましてはお話申し上げましたが当初武漢からスタートいたしましてその武漢の株 から国内ではまヨーロッパの株が入ってまいりまして、まアルファ株というのが主流になっておりました。で、このアルファ株でのあの臨床データが非常にあの多いわけですが、このアルファ株での臨床試験によってその。 現在の新型コロナウイルスの有効率というのが出されまして、それが95%以上というような非常に高い有効率が示されたわけでございますが、途中からインドからのデルタ株というのが世界で蔓延しまして、先ほどお示しいたしましたように、もう現在ほぼ100%がデルタ株。 先進国、そして国内もあのそのようになっておりますので、まあデラ、デルタ株や、さらにまたこの新型コロナウイルスといいますのは、突然変異や変異というのがあの起こりますので、変化いたしますので、ワクチンの有効率というのもそれぞれの株でやはりあの異なったあの有効率ということになるわけでございます。 これは皆様よくご存知の毎年の,そのインフルエンザも同じですがインフルエンザもこういった変異というのを起こしますので常に今年はこのような株でということで A 型2種類 B 型2種類というようにその年に流行しているワクチンに合わせた株に合わせたワクチンを作っているわけですが。 この新型コロナウイルスにつきましてももしかしたらそのような対応を今後していく可能性もございますでは治療はどうかということですが治療も2020年のおよそ2月3月ぐらいから世界中でこの開発が始まりまして 死亡率を下げるというふうに一番最初に分かりましたのはデキサメサゾンと申しますが炎症を抑えるそのた。でその,後その炎症を抑えるお薬でバリシチニブというのも出てまいりまして現在このデキサメサゾンそしてバリシチニブこの2つが炎症反応を抑えることでこの新型コロナウイルスの中等症から重症の方を救命するために。 ほぼ標準的な治療として使われております一方で抗ウイルス薬ウイルスそのものをやっつけるお薬といたしましてはレムデシビルがございましてこのレムデシビルもこの先ほど申し上げたデキサメサゾンと申しますが炎症を抑えるお薬と一緒に使う併用するお薬として標準的な治療となっておりますそしてこの12ヶ月ぐらい 報道でも皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますが、えーまあ、カクテル療法というのがございまして、まあ、抗体カクテル療法と申しますがそのウイルスそのものをやっつける、まあ、抗体ですねミサイルのようなものですがそれが入った点滴注射でのお薬が日本でも承認されまして、まあ、持病がある方や、まあ、軽症などの患者さん中等症の患者さんで重症化のリスクがある方に この抗体カクテル療法というのが使われるようになっております、特に東京都内などでは、この点滴での、注射での治療が必要ですので、そういった施設を新たに設けましたり、在宅でも使えるような、そのような方策が取られましたのは、皆さん、お聞きになっているかと思います。で、この抗体カクテル療法でございますが、現在、厚生労働省などが推奨しております どのような方に使うのかというガイドラインと申しますが指針でございますけれどもこれは発症してから7日以内の方が効果があるということが言われておりましてそして重症化する可能性がある方で酸素を投与しなくても良い程度の方すなわち軽症から中等症の患者さんで酸素投与はまだしていない方 に向けてて使うのがが効果が高いというふうに言われておりますでは重症化するリスクというのはどういうものかと申しますとやはりご高齢の方々になります65歳以上の方あるいは持病がある方で高血圧や糖尿病そしてコレステロ,ロールなどが高い方あるいは肥満があって BMI と申しますが身長と体重から計算したその数字ですけれども一定以上の肥満の方 そしてその他の持病では悪性腫瘍がんや肺のご病気がある方やタバコをお吸いになる方腎臓病がある方そして臓器移植などをしている方妊娠の後期の方などこのような方々が重症化するリスクというふうに考えられておりましてこれらの方々で発症して7日以内で酸素はまだ必要ないというような状態の方に この抗体カクテル療法というのが効果があるということが言われておりまして、実際に投与が開始されているわけでございます。で、他のお薬はどうかということですけれども、他のお薬では先日、ちょっとこれはまだ論文を私も拝見してないんですけれども、10月1日付のロイター通信での報道によりますが、 ウイルスそのものをやっつける新たなお薬が開発されておりまして、こちらはモルヌピラビルというちょっと難しい名前なんですけれども、こういったお薬が開発されておりまして、こちらは非常に効果が期待されるお薬の一つでございます。こちらら、のの方も重症化の恐れがが、あるるる患者さんにに使いましたら入院すリリススククやお亡くなりになり 約半分になるといった高い効果が示されておりまして、こちらの臨床試験が進んでいきますと、国内外で広く使われる可能性があるお薬の一つでございます、まだ中間報告ですので、承認されておりませんが、こちらが使われるようになりますと、非常に高い有効率が、しかも飲み薬で達成されるということになりますので、 あの期待されております。さて残り後半ですがちょっとワクシワクチンのお話に進みたいというふうに思っております。この新型コロナウイルスのワクチンはまあいろいろな会社が開発あのしております。まあ皆さんもよくご存知のまあファイザー製のもの。 国内では、そしてモデルナ製のものが使われておりますし、アストラゼネカやジョンソンジョンソン、その他などがございますで。こちらがそのコロナウイルスの模式図となりますが、特徴的に、皆さんご存知の通りですね、ワクチンの表面にこう出っ張ったものが出ておりまして、まるでこう太陽のようにこう見えます。でまあ、コロナといいいうに言われているわけでございますが このの出っ張っ張たあそここ部分を元にですねワクチンが開発されておりますこちらはニューヨーク・タイムズのワクチントラッカーと申しまして世界でいくつぐらいのワクチンが今開発されているのかというデータで非常に分かりやすいのをちょっとお示ししておりますがこれは8月12日現在どのくらいのワクチンが開発されているのかということですが。 フェーズ1と申しまして第1相試験と申しますが一番初期の臨床試験をしておりますワクチンが8月12日現在では54個ございました一方でこの赤色のところ5って書いてありますがこちらは開発しましたがもう中止になったワクチンでございますそしてその赤色の横の緑色のところ8と書いておりますがこれが 現在、世界で承認されて実際に使われているワクチンの数となっておりまして現在、世界中で承認されているワクチンは8個になっております。でつい最近の9月22日現在ではどうかということですがもうあまり変わっておりませんで今のところ世界で使われているワクチンは8個のままとなっております。 で日本では、えー、冒頭で申し上げましたように、まあファイザー製薬またはモデルナ社の、えー、メッセンジャー RNA と申しますが mRNA のワクチンがあの主体となっておりまして、これは不活化ワクチンと申しますが、えー、筋肉注射をするワクチンとなっております。でファイザー製薬のものは一回目と二回目三週間をあけて接種いたします。モデルナ社のものは一回目と二回目四週間の間隔をあけて二回接種するということで。えー 会場にお集まりの皆さんの中にも多くの方がもう接種あの済まれているかと思いますが、このようになっております。一方で、さっき世界の感染状況、世界の状況というのを見ていただきましたけれども、やはり発展途上国を中心にワクチン接種そのものがまだほとんどされていないという国もございまして、世界保健機関、WHO などではま先進国でま3回目の接種を進める前に、もう少しこの途上国にもワクチンを分配して ももらいたいといったたとっような声明も出しておりますでそのようなワクチンの公平な分配という点から、WHO では2回目の接種は1回目からまあおよそ3、4ヶ月空いてもよいのではないかといったガイドラインなども出しております。 でですので皆様の中で1回目を打った後二2回目の間隔が少しずれてしまったとご心配の方もいらっしゃるかと思いますが多少ずれましても科学的に大丈夫であろうということが言われておりますので23か月あきましてもぜひまだ2回目も打ってない状況でしたら打っていただけたらというふうに思います。 場合はどううしししたたらいいいいかということとこを私も外来等ででご質問を受けまますすのお話思新型コロナウイルスにかかった方はじゃあどうするかということですがかかったといたしましてもこの新型コロナウイルスのワクチンは接種してくださいということを申し上げておりますかかった直後はその抗体と申しますのが高い水準にあることが多いですのでおおよそこれはもう現場で大体の目安でお話ししていることですが かかりましてから1ヶ月あるいは大体3ヶ月ぐらい間隔を空けて打ったらいかがでしょうかというアドバイスをしておりますと申しますのはその直後に打った方でやはり反応がワクチンの反応が非常に強く出る方と反応があまり出ない方とやはり個人差が非常にございますので間隔につきましては最適な空ける間隔というのはまだ分からないというような状況なんですが。 まあ、おおよそです、ね、現場ではかかった後と1ヶ月から3ヶ月ぐらいの間隔を空けて接種してくださいというようなことをお話ししております、まあ、接種の機会が市町村お住まいの,その市町村や職域などでいろいろなご都合でその日程を調整しないといけないところがあるかと思われますのでそのかかった後にも、まあ、特に無症状でかかった方もたくさんいらっしゃいますので、えー そういったことも加味しまして、現場での,その日程とご自身がかかったそのタイミングなどで、まあ、おおよそ1から3か月ぐらい空けたはいかがでしょうかというご提案、ご推奨をしておりますで。2回打った方は、じゃあどうなのかということで、こちらも報道でも大きく報道あのされましたが、 2021年の7月、ですね北米で集団発生が起こりましたが、その時に集団発生が起こって、新型コロナに感染した方の75%が2回のワクチンをきちんとですね、ファイザー製薬だったというふうに報道されておりますが、ファイザー製のワクチン2回接種していた方だったということが、データとして示されまして、 この時点で,です、ね、やはり2回接種していましても、感染のリスクはあるということが明確になりましたで。従いまして、2回接種をしているからといって、マスクを外してとか、あるいは自由に行動してということは、やはりまだできない状況ということが明らかになりましたので、現在、第5波が国内でもようやく収まってきておりますけれども、まだ今しばらくです、ね、これまでの感染対策は、 ごご継続いいただく必要がございますシンガポールもそうなんですが、シンガポールも高いワクチン接種率と、非常に少ない感染者数で、ずっと長くコントロールは良い国の、まあ、優等生の国でし,てで,でしたが、少しこう、やはり会食する機会が増えたり、マスクを外している人が増えているからだろうというふうに専門家がコメントしておりましたけれども、現在、 シンガポールでこれまでにない数の患者数が報告されておりますので、やっぱりまあちょっとまだ油断は許されない状況と考えられます。で、このワクチンの効果ですが、まあ従来のアルファ株に対しましては非常に高い有効率、まあ95%ぐらいと言われておりますが、まあ現在の ワクチンの,この長期的な効果というのはまだまだデータが不足しておりますので、学術的な評価が必要となっております、ただし、あの今、非常にデータサイエンスと申しまして、データを扱うその科学が進んできておりまして、2003年の以前の,の SARS と申しまして、コロナウイルスが流行ったときなどと比べますと、もう格段に速いスピードでいろいろなことが科学的に明らかにされてきております。 10月7日付つい2日前ですけれども、えーまあ、毎週木曜日に出るあの世界国際雑誌であの最高峰の,あの医学雑誌の一つニューグランド・ジャーナル・メディシンでございますがこちらにあのイスラエルでの最新の研究結果が報告されましたので少し共有させていただきます3回目の,この新型コロナウイルスのワクチンの効果はどうかというこれを検証した論文だったんですけれども、まあ、イスラエルはファイザー製薬のワクチンを 国民の方に打っておりますが60歳以上のデータを解析しましたところ2回目のワクチンの接種を、えー、少なくともまあ5ヶ月前より5ヶ月より前に打った人を対象として研究されておりましたでこれらの方々で3回目の接種をした人と接種していない人でその発生率がどうかということが調べられたんですが3回目の接種 追加接種をした方は、やはり新型コロナウイルスに感染する、その感染率と重症化するその割合が優位に低かったと、科学的に有意義に低かったということが示されております、非常に大きなデータでこういったことが示されておりますので、先進国でこの追加接種ですね。 ブーースター接種と申しますがこれがまあ推進されるまあ大きな科学的根拠の一つにもなっておりますで一方で、まあ、この新型コロナウイルスのワクチンは、まあ、副反応が怖いと感じる方もあのたくさんいらっしゃるのを十分重々承知しておりますので副反応につきましてお話申し上げます でまあ、外国のデータはたくさん出ておりますが、国内のこちらは厚生労働省が公開しているデータとなりますが、国内でワクチン接種が始まりました2021年の2月頃からの蓄積されたデータですが、これはまあ主に医療従事者になりますけれども、約2万人の方々が皆様に先立ってワクチンを打ったわけですが。 どのようなその副反応が出たのかというデータになります。ワクチン接種を打った後、まあ、発熱やその打った腕のところがやはり赤くなったり、痛みが出たりというのはの報告がございます。そしてまあ全身症状で全身倦怠感や頭痛や微重などがあったということもあの報告されております。で、この副反応で特にですね。まあ、皆様もあのご自身のご体験でもあるかもしれませんが。 2回目のワクチンの接種の後で、2回目の接種の特に2日目に、こういった全身症状が出ることが多いというデータがございます、発熱では37.5度以上、そして2回目接種後に、け倦怠感なども出る方が多いということが示されております。 で今度は3回目に突入するわけですが3回目にどのような反応が出るのかというのはやはりまたデータを集めてみないとわからないところもございますけれども2021年の2月3月4月などで医療従事者を対象に最初に打ったそのデータでは2万人のデータでは今申し上げたような2回目の接種で特に2日目に発熱や全身倦怠感などの 反応が出ることとがが多かったいいうデータがございますでこの新型コロナウイルスのワクチンでございますが、えー、みんなで接種をして、新しい未来が切り開けたらというふうに感染症を専門にしております、医療従事者の立場からは願っておりますので、ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。 で今後の感染対策につきましては、まあ、2回接種後にも、まあ、シンガポールでも再度感染者数が,感染者数が増えておりますしえ、北米でも集団発生が起こっているということからも、やっと日本では今、感染の数が抑えられておりますが、感染対策を今、少しです、ね、辛抱しないといけない、頑張って守らないといけないというような状況でございます。ですで手指消毒 手洗いとマスク着用、あの今後も引き続きあのよろしくお願い申し上げます。まあ、3密を避けるということですねで。これに加えましてです、ね、新型コロナウイルスは、えー、まれわれ医療現場にもいろいろなこう教訓を残しておりますけれども、ワクチンがある、すなわち予防できるということが、まあ、いかにありがたいことかということを、えー、改めましてあの感じている次第でございます。 効果が明らかになっているワクチン予防可能な病気につきましては、予防をぜひこの機会にしっかりとしていただけたらと思っております。日本では人間ドックや検診などが広く行われておりますが、成人の場合ですね、成人の場合には、はし風疹、水疱瘡そう、おたふくにつきましては、こういったものの検査をしていただけますと、ご自身がかかりやすいのかどうかというのが分かります。 まあご年齢的にお,およそ35歳以上の方はだいたい抗体というのがある方が多いんですけれども、今、風疹がです、ね、特に男性の30代から50代で抗体がない方が多い,ございまして、え2013年、そして2018年には、風疹が流行し、そして赤ちゃんにです、ね、影響が。 出まして先天性の風疹症候群というあの非常に残念なあの事になっておりますあの亡くなりますのでお亡くなりになったという,ふうに報告されておりますのでこういった風疹によるそういった胎児赤ちゃんへの影響なども含めまして多くの方がこの風疹のワクチンも受けていただけたらというふうにあの思っております人間ドッグや検診などで検査をしていただいて抗体がない方はぜひあのワクチンを打ってくださいそれから 今、10月の頭ですけれども、今後また冬になりますので、インフルエンザのワクチンですね、こちらもしっかりと打っていただけたらと思います。特に持病がある方や、さっき申し上げた糖尿の方、高血圧の方、肺のご病気がある方。 肝臓や腎臓に持病がある方まあ、このような方々で、そしてその他あのまあ、全てのあの皆様にはインフルエンザのワクチンをぜひ打っていただきたいという風に思っております。また、65歳以上の方や持病がある方は肺炎球菌のワクチンというのもございまして、このインフルエンザとこの肺炎球菌のワクチン。 セットにしててですすねあのぜひ打っていいたただけたらと思います同じ日にこの2つのワクチンを打つことはできますので、科学的に全く問題ございませんので、ぜひ受けていただけたらと思います。そして、えー、この2年ぐらい前でしょうかあの、ちょうど2年ぐらい前に承認されました帯状方針疹のワクチンというのがございまして、こちらは50歳以上の方にあのお勧めのワクチンとなっております。 こちらは任意接種ですのでちょっとお値段が張りますが、えーまあ、十分に元が取れるあの素晴らしい効果のワクチンでございます、まあ、ご高齢になりますと退状方針と申しましてあのブツブツがお顔や、えーまあ、お体に出て非常にあの痛みを伴いまして神経痛が数ヶ月またはもう数年にわたって続く方もいらっしゃいます、まあ、そういった非常におつらい後遺症が残るあのこの退状方針につきましては 97%以上、3年間で97%を防ぐという非常に高い効果が報告されておりますワクチンが日本にも入ってまいりましたので、こういったワクチンを打っていただけたらという,うに思っております。それからもう一つ、中高年の方へのおすすめのワクチンは、破傷風ジフテリアでございます。畑仕事やガーデニングなどがあるかと思いますが、この破傷風というのは土の中にいますので、 えー、そしてこれは10年ごとに1回追加接種をしませんと効果が下がってしまうワクチンとなっておりますので、この破傷風ジフテリアにつきましても、えー、肺炎球菌や帯状ほう疹ワクチンと合わせまして、えー、ぜひ打っていただけたらと思っております。で私の,あの外来では、こういったワクチンをあの中高年の方向けのワクチンということであのお勧めしておりまして、 この,中のご質問等ある場合にも、外来で詳しくご説明しておりますので、もしもご興味がある方がいらっしゃいましたら、本学のグループ病院、いろいろございますが、お近くの病院で受け打っていただけたらというふうに思います。ちょっと長くなりましたが、私のお話はこれで大体終わらせていただきます。 ま新しい未来に向けまして、ま感染対策を今後も守っていただけたらと思いますし、必要なワクチンはぜひあの打っていただけたらというふうに思います。この後少しご質問をあの頂戴したいと思っておりますが、最後に少しお写真をご紹介します。こちらはま理事の業務で。 参加させていただきましたオリンピック、そしてパラリンピックの閉会式の図でございますが、このような国際的な大きなイベントが無観客とはなりましたが、日本で開催されましたのは、歴史的に非常に大きな意義があることというふうに感じております。 で、本日は、まあ、このような貴重な機会を、あの、いただきましたこと、あの、心より、あの、お礼申し上げます。長時間にわたりまして、ご清聴どうも、ありがとうございました。これで終われさせていただきます。はい、どうぞ。どうぞ。六月に、2回、あの、ワクチンを受けましたんですけれども。えっ、ー、と、抗体化を。あの、血液検査を、あの、してもらったら、よろしく、あの。 先ほどありましたけども、私はあの免疫抑制剤を飲んでますんで、その数値は明らかにのこあの抗体価は少ないですかね、それが一つと、まあ、標準的にどのぐらいの抗体価があれば、まあ、ワクチンと、なんですかね、あの中和できるというかああ、はい。ありがとうございます、それは新型コロナのワクチンということでございますね。えー その免許不正薬を飲んでいらっしゃる方の,その抗体の値は低いかもしれませんがあの今、私自身あの日本移植学会と申しまして増殖移植をしていらっしゃる先生方との会でもその新型コロナウイルスのワクチンの,あの相談といいますかあのやっておりますが抗体価が低くてもおそらく何らかの,あの防,防御が。 防御機構があるのではないかというのが今、移植をやっている先生方のお考えでございますので、あの免疫を下げるお薬を飲んでいらっしゃいましても、そしてその抗体の値が低くてもです、ね、あの数値には表れない、おそらく何らかの防御機構があるあの状況と考えられますので。 ご自身が打つ番が来られたときには、3回目を打っていただけたらとあの思います、ちょっと数字ではそこの詳しいところはまだ研究が進んでない部分がございますので、ちょっとその値というのは数字としてお答えするのできないんですが、今、そのような最,新的な最新情報ではそのようになっております貴重なご声、ありがとうございました。 ちょっと2点あるんですけれども、ワクチンと、あとちょっと。 えと治療のところですねで、ま、ワクチンは、えっと、私ちょっと看護師であの集団接種のところでワクチン接種もやってたんですがあのコロナに罹患をして治療をした方が、まあ、1ヶ月ぐらい経ってじあの接種に来たんですがその時に、まあ、治療の際に免疫抑制剤を使っていた場合にはワクチン接種するのに少し期間を空けなければいけないというようなことを。 おっしゃられた方がいてこれが本当にあのどのくらい期間を空けなければいけないのかそもそも空けなきゃいけないのかっていうのが一つ。 でもう一つ、治療については、先ほど、抗体カ,あのカクテル、カクテル療法ですね、こちらの方も、発症から7日以内でまあ中、軽症から中等症で、お通使ってない方ということですが、まあ、逆にちょっと重症化してしまっているとか、まあ、例えばちょっと酸素投与が必要な人にもし使うと、何かリスクがあるのかと、この2点、お願いしますはいいありがとうございます。 そのコロナにかかった方でそのコロナの治療として免疫抑制薬、まあ、ステロイドや先ほどの,あの、まあ、標準治療を使った方ということでございますねあの、まあ、一定期間かと思いますのでとあのデキサメサゾンステロイドでしたら10日間と決まっておりますのでそのまあ短期間あの使ってあとはまあ中止されるかと思いますので中止されればおそらくその効果はそんなに長くは続きませんのでおおよそやはり、まあえーまあ、ご当地 例えば、入院されていた方でしたら、まあ、ご退院されてから1ヶ月から3ヶ月後ぐらいの間というふうに、そ,のそれぞれの,その市町村で打つタイミングが来たりとかです、ね、患者さんからそういうご質問を受けるんですけれども、えー、まあ一定期間空いていれば、おそらくせあの正解はないといいますか、あとはまああの現実的なその接種の順番を逃さない方がいいというようなあの面もございますので、それであのお話のし,しております。 おそらくあの物理的なそ,そ,ちらそちらの面があの大きいのかなという、個人的にはあの感じております。それから2番目の,その抗体カクテル療法をあの重症の方に使ってはいけないのかというご質問かと思うんですが、えー、重症化した場合にはおそらくカクテル療法でも間に合わないといいますか。あの まあ、医療従事者の方なので申し上げますと、その新型コロナウイルスの病態は二層,性二層性ということが言われておりまして、最初はウイルスにそのものによる病態で、後半は免疫反応による、まあ、いわゆるサイトカインストームによる病態となっておりますので、そのサイトカインストームで、えー、炎症反応が非常に強くなった段階で、まあ、確定療法、すなわちウイルスを中和するものをやっても、えー、治療としてはあまり認められない。 という状況ではないかと思われます。まあ使ってもそれほどその害にはならないですけど、効果としてはあまり期待されないので、炎症を抑えるそのステロイドやその他の免疫抑制剤の方が主体になるあの治療ではないかと考えられます。ありがとうございました。すみません、えー、貴重な時間をお話しくださってありがとうございます。実はあの。 自分も前期のカイキ前期のカイキャム、オンラインで先生の講義を受けさせてもらったんですけれども、えー、実際に、えー、と今、自分もリハビリの現場で働いていまして、で同時に、えーとやえー、とコロナ感染された患者様を今、見ているような状況で、今、回復して、えーと、酸素から普通の 治療をを受けてている方を見ていますで実際に、えー、医療従事者が、えー、ワクチンを打ったのが4月、5月の間ということで、えー、今、みんな医療従事者の方も不安がっているところなんですけれども3度目の中止ワクチンをもし打ったとしたら4度目はあるのかないのかっていうところを、えー、先生から聞きたいです。はいはい、ありがとうございますおそらくあの 一般論といたしまして、不活化ワクチンは一定の期間で追加接種をしませんと、やはり抗体は下がってまいります、ですので、3回目のブースターが終わったと、おそらく今後、まあ、インフルエンザと同じような感じで、まあ、1年に1回のような、えー、ワクチンの、まあ、定期接種といいますか、そのような方向になる可能性はあるかと思います。 で今後、新型コロナがまあどのような形でまあ収束していくのかということですけれどもあの、まあ、人の流れが起こればあちこちでこう小さいこう集団発生があの起こってきますのでそうするとやはり日本にもまたその感染が入ってくるということになりますのでそういった状況を考えますと、まあ、あんまり断定的なことは申し上げられませんが、まあ、45年からまあ10年近くです、ね、こういったまあ似たような あの大なり小なりり小のです、ねえー、状況が続く可能性はございますで少なくともこの23年は続くのではないかと考えられますので、まあ、第3回第4回、まあ、年に1回ですね、まあ、その今米国でも8ヶ月後というふうに言われておりますが、まあ、およそおそらく1年に1回は追加接種をして抗体価を十分に上げて特に医療従事者の場合常に暴露しますのでではないかなというふうに 考えられますああと一つですね今のです皆さんがご不安になったらいけませんのでこの大きい波とか小さい波がおそらく繰り返してそれがだんだん小さくなっておそらく収束していくのではないかなというふうに個人的には想像して推測しておりますあとはウイルスの方が、えー、人に対してあまりその病気を発生させないようなまあ、いわゆる 弱いか弱い株ですね、弱毒株と言いますか、そういう株になりますと、スっとなくなっていくのではないかと考えられます。ありがとうございます。あの先ほどワクチン三回目のあの打った方が感染率と重症化率が 優位に低かったとっいうことをおっしゃっていたんですがその優位に低かったのはどの程度の優位なのかちょっと私にはそのやっぱりだから打った方がいいよという程度の数字なのか、うん、あんまり必要ないんじゃないという数字になるのかちょっとその辺が分からなかったなと思いますあ,、はい、ありがとうございますあ優のすいません,あのません科学的に明らかにあの低かったということが証明されたということですので3回目の接種を打った方が良いと。 はい、あのお勧めにつながるデータが出たということになりますすありがとうございます、えー、っとワクチン接種2回目受けた後の副反応がものすごくひどかったのですが今後、3回目受けたときの副反応、まあ、おそらくかあの海外のデータとかになるとは思うんですが3回目受けたときの副反応に関するデータとかっていうのは出てるんでしょうか。 あのデータですかすみません、ちょっとまだあのそこはちょっと私自身です、ね、データをそのものを論文などで見ておりませんので、ちょっとまたあの分かったら何らかの形でお伝えできたらと思いますが、やはり個人差が非常に大きいというのがございまして、1回目も2回目もです、ね、全く反応が出ない方もいらっしゃいますし、1回目からもうかなりあのおつらい症状が、まあ、発熱とか。 えー、全身倦怠感とか出る方もいらっしゃるので2回目で非常に激しい反応が出た方の3回目が、まあ、同じかもっとひどくなることがご心配ということかと思いますのでちょっとそこはなかなか予想がつきかねる部分がございます。もももしし打たれる場合はは、まあ、熱ましなどやはりもうあの 翌日とか翌々日に二三日ちょっとまあお休みできるような体制で例えば金曜日に打っていただいて土日を休んでいただいてまたお仕事に行っていただくようなまあちょっとそのようなスケジュールがもしも組むことができましたらあの打ちやすくなるのではないかと思われます。すみません二点あるんですがあの一点目はあのワクチンの反対派が投稿しているウェブ上の過激的な写真とか。 あのワクチン接種自体をなんとか止めようみたいなそういう過激報道的なものをあの生命科学とか医療関係者以外の人たちが見抜くためにはちょっとどうしたらいいのかと何がフェイクで何が本当なのかっていう判断がちょっと見いだすことがちょっと難しいかなっていうところが1点目であのもう1点目は。 あの権威ある世界的な医学者があの強調した動画がありましてあの、ちょっと一番印象的だったのがあの、メッセンジャー RNA ワクチンを投与した後にあのに、そのウイルスタンパクには抗体的に反応できるけど、自然免疫が消えるという、有識問題という強調があったんですが。 あの自分の専門はちょっと物理なのであの生命科学の判断がちょっと難しいあの同じサイエンスフィールドでも専門が細分化されていて医療関係者だと絶対これはフェイクで嘘だとかあの判断つきやすいと思うんですけどなんか物理サイドからするとなんか相当権威ある学者が強調して動画まで出してしまっていてそれが科学的に嘘であったらその方は普通仕事ができなくなると思うんですけど。 あのそういう,なんかこう自然免疫破壊によりあのそのウイルスタンパク以外には全く本来持っている免疫作用が全く機能しなくなるというそういう強調は明らかに嘘なのかなというふうに素人としては思ったんですがあの専門家から見て、まあ、そういう世界のウェブ上に流れているものの見極めについて教えていただければと思います。 はいあの貴重なご,あのご質問ありがとうございます。まあ、これは本当にあの情報が大量にこう流れる中で、まあ、どの情報が正しいのかというその情報の選別というのはあの今の世界中の方々の、まあ、私も含めて大きな課題ではないかと思われますが一つはやはりあのピアリビューと申しまして自分以外の人がちゃんとこうあのその 正当性とか妥当性を評価したそういった情報かどうかというのは一つの基準になるかと思います。国内ではやはりそのま厚生労働省を中心とするま公的な機関が公開している情報なのかどうかというのはあるかと思います。ただまそういった公的機関の情報があの出るまでの時間が少しこう遅いと言いますか、そのメディアの方が先に報道してしまうということもあるかと思いますので、もしもあの英語サイトなどもご覧いただける方でしたら複数の、えー WHO でありましたり、米国の CDC と申しますが、疾病対策センター、そのほかのです、ね、複数の公的な機関の情報を見てみるというのは、一つあるかと思います、で難しいのは、各国でやはり今回、新型コロナを通して分かりましたのが、やはりデータはいろいろ出ているんですけども、やはり政治的な判断が加わりますので、 対応策がそれぞれの国で異なるというのがあのございます。アメリカ、カナダ、そしてイギリス、ドイツ、日本、シンガポールなどでそれぞれでまあ、台湾も含めてですねあの異なっているのを皆さんあの報道でもご覧になっているかと思います。ですから答えは対応策そのものは一つではないということになります。ですねそれぞれの国の文化や政治やその他あのいろいろなところが加味されたあの対応策が取られているというのがあると思います。 2番目の,そのサイエンスとして正しいかどうかというのは、まあ、非常にその権威ある方がそういったあのメディアを使って流すというのは非常に危ないことかと思いますので、まあ、偏ったそういった意見は、まあ、偏ったものとして、まあ、ちょっとやはり置いておくしかないのかなと個人的には思いますが答えになっているかちょっと分かりませんけれども。ですね、やはり、あの 感染症の,その診療する一臨床医といたしましては、公的な複数の方がちゃんとこう妥当性を判断した、そういった情報かどうかというところが重要ではないかというふうにの考えておりますでは、これで終わりにさせていただきます。どううもありがとうございました